各種メモリースティック製品。上から、標準サイズ、デュオサイズ、マイクロサイズ。メモリースティックは、フラッシュメモリを用いた小型メモリーカード、およびその関連企画、製品群の総称である。省略して、メモステ、MS などとも呼ばれる。主に、デジタルカメラや、デジタルオーディオプレイヤー、携帯電話、プレイステーションポータブルなどの記録媒体として、 利用されている。メモリースティックは1997年7月17日にソニーから発表された。ソニーのバイオセンター、富士通などによる共同開発で、愛はオリンパス、カシオ計算機、採用電機、シャープ、ソニーが発表時から協賛していた。発表当時、すでにメモリーカード市場ではコンパクトフラッシュスマートメディアなどがシェアを争っていたが、 PC 周辺機器での使用を前提として開発された、それらの規格と違い、メモリースティックは様々なユーザーが利用することを想定した家電よりのユニバーサルデザイン的な設計思想が特徴である。メモリースティックという規格名は平易な単語で構成し、非英語話者でも理解しやすいを試みている。メモリースティックには他のメモリーカード規格と同様にいくつかのバリエーションがある。 まず、電気的仕様の違いから従来型メモリースティック系と上位規格メモリースティックプロ系に対別される。プロ規格は従来型規格の上位互換となっており、プロ機器では従来型メディアが利用できるが、一方で従来型規格の機器ではプロメディアは利用できない。また、メモリースティックプロにはさらなる拡張規格として、 転送速度を強化したメモリースティックプロ HG と最大記録容量を強化したメモリースティック XC がある。次に物理サイズの違いから標準サイズとデュオサイズ、マイクロサイズの3種類がある。小型タイプのメディアは簡素な構造のアダプタを介することでより大きいメディアに対応した機器で利用することができる。ただ、機器の小型化に伴って 標準サイズのメディアはほとんど利用されなくなっており、現在は実質的にデュオサイズとマイクロサイズのみとなっている。なお、初期のメモリースティックでは、著作権保護技術、マジックゲートに対応する製品と対応しない製品に分かれていたが、現在はマジックゲート機能標準搭載で統一されている。メモリースティックメモリースティックは、メモリースティック開発表明と同時に発表された。 最初期の標準規格である。総称としての講義のメモリースティックと区別するため、青メモリースティック、青メモステなどとも呼ばれる。本校では従来型メモリースティックと表記している。外形寸法は 21.5mm、50mm、2.8mm で、長さは単三乾電池と同じに設定されている。ユニバーサルデザイン的な設計思想に基づき、 扱いやすさを考えてこのサイズ、形状にされた。メディア片面の仕上げをザラザラとした手ざわりにすることで、メディアを見なくても裏表が判断できるような工夫がなされ、また人為的なご消去を防ぐためミニディスクやフロッピーディスクのようなご消去防止スイッチが設けられている。接触不良を防ぐため端子数は10ピンに抑え、指などが直接触れないよう端子をくぼみの奥に配置した。 動作電圧は 2.7V-3.6V となっている。通信には独自のシリアルプロトコルを採用することで将来的な容量、素子の変更時にも互換性が確保でき、当時スマートメディアなどが頻繁に起こしていた互換性問題にも無縁であるとされた。また、メモリースティックへの静止が音楽、動画などの記録については個別に、 アプリケーションフォーマットが規格化されており、メーカーや機器に関わらず互換性を保つよう努められている。転送速度は書き込みが最大 1.5MBS、読み出しが最大 2.45MBS である。外観は製造メーカーや容量を問わずほとんどの製品が青紫色のカラーリングで統一され、表面にフロッピーディスクと同様のラベル調布エリアが 設けられた。1998年9月に最初の製品として 4MB 及び 8MB のメディアが発売され、その後 128MB までの大容量化が行われた。2000年にソニーが発表したロードマップでは当初少なくとも1イ b までの大容量化が予定されていたが、企画上の問題から製品化できたのは 128MB までに、 とどまり2 5 6イト以上の大容量メディアはメモリースティックプロという新規格での発売となった。このため2 5 6イト相当の代替製品として1 2 8イトメモリを内部に2つ内蔵し物理的なスイッチで切り替えて使うメモリースティックが用意された。なおソニーは1 2 8イトメモリを4つ。 内蔵した 512MB 相当モデルや、メモリとスイッチをさらに増やした、大容量モデルも計画していたが、実際の製品化には至っていない。メモリ容量 MG、メモリースティックマジックゲートメモリースティックは、著作権保護が必要なセキュアデータの取り扱いに、対応すべく、著作権保護機能マジックゲート機能を搭載した、メモリースティックである。MG メモリースティック。 MGMS などとも呼ばれる。マジックゲート機能を持たない従来型メモリースティックと区別するためにホワイトのカラーリングで統一された。マジックゲート機能の有無以外の仕様は従来型メモリースティックと同一である。メモリースティックウォークマンの発売に合わせ、1999年12月に最初の製品として 32MB 及び 64MB がソニーから発売され、 あとにメ2 8 m b が追加された。しかし、MG メモリースティックは、MG 非対応のメモリースティックに比べて割高で、MG 非対応の青紫色メモリースティックも、引き続き併売されたことなどから普及が進まず、また市場に、これら2製品が混在することによる、混乱の声も聞かれた。メモリ容量、メモリースティックデュオメモリースティックデュオは、年月日に、 発表された小型のメモリースティックである。メモステデュオあるいはターンにデュオなどと略される。携帯電話などの小型機器用途を想定し、外形寸法は 20mm、31mm、1.6mm とされた。初期のモデルは裏面にご消去防止スイッチを搭載していたが、現在はメモリースティックプロデュオも含めほとんどのモデルでご消去防止スイッチが省略されている。 電気的仕様は、標準サイズのメモリースティックと同一であるため、物理サイズを標準サイズに揃えるための簡素な構造のアダプタを使用することにより、標準サイズ用の機器で使用することができるほか、一部には、メモリースティックデュオもアダプターを使わずに、挿入できるよう構造が工夫されたスロットもある。標準サイズのメモリースティック同様、登場初期のモデルは、マジックゲート機能に対応しておらず、 マジックゲート対応モデルは2003年2月にマジックゲートメモリースティックデュオとして登場した。メモリースティックデュオの登場当初は携帯電話やごく小型のデジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーなどでのみ使用される特殊規格という位置づけであった。しかし2005年頃からはある程度の大きさを持つ機器においても標準サイズをあえてサポートせずにデュオサイズのみ対応とする傾向が 強くなり、標準サイズのメディアが販売されなくなった2007年頃からは、デュオサイズが事実上の標準メディアとなっている。なお、標準サイズのメモリースティックと電気的仕様が同じであることから、デュオサイズも容量は 128MB までにとどまり、256MB 以上の大容量メディアは、メモリースティックプロデュオという新規格での展開となった。メモリ容量。 メモリースティックマジックゲート機能の有無で複雑化していたラインナップの整理と登場初期の仕様のままだった転送速度の向上のためメモリースティックおよび MG メモリースティックは2004年5月にメモリースティックディオおよび MG メモリースティックディオは2003年9月に順次メモリースティックへと切り替えられた本モデルではマジックゲート機能を標準で搭載するとと,ともに メモリースティックプロと同様のパラレルデータ転送に対応し最大転送速度を 160Mbps へと引き上げた。外形寸法は MG メモリースティックおよびドオーディオと同一であり、仕様上の違いは転送速度のみとなっている。本モデルのカラーリングは紺色で統一された。なお、メモリースティック規格自体に変更は加えられなかったため、一部サードパーティーの製品ではその後も、 マジックゲート非対応のメモリースティックが残っていた時期があった。メモリースティックプロメモリースティックプロはサンディスクとソニーの共同開発により2003年1月10日に発表されたメモリースティックの上位企画である。メモスティプロ、MS プロなどと略される。外形寸法は従来型メモリースティックと同じ 21.5mm、50mm、2 8ト、mm、ルだが、 従来型でラベル調布エリアがあった部分に大型のくぼみが設けられユーザーが両者を識別しやすくなっている。なお従来型メモリースティック及びメモリースティックデュオに設けられていたご消去防止スイッチはオプションとなったため一部のメディアには備えられていない。メモリースティックプロのプロはプログレッシブ、プロフェッショナル、プロテクションに由来し 従来型メモリースティックと比べて最大容量の拡大、転送速度の向上、著作権保護技術マジックゲート機能の強化の3点が柱となっている。まず、従来型メモリースティックでは最大容量が 128MB にとどまっていたが、ファイルシステムとして新たに FAT32 を採用したことなどから規格上の最大容量は 32GB となった。 ファイルシステム上は従来の FAT16 でも 2GB までの容量が実現可能であるため本来であれば 256MB というタイミングで規格を変更する必要はないこの点についてソニーによれば論理アドレス及び物理アドレスのマッピングの仕様をメモリースティックプロで変更したとしていることから 256MB 以上の容量では マッピングの仕様に問題が生じたと見られている。次に転送速度については、最大転送速度を 160Mbps に引き上げるとともに、これまでにはなかった最低速度保証を導入することで、最適化された機器との組み合わせにおいて、最低 15Mbps の転送速度を確保した。これにより、動画のリアルタイム記録などにも余裕を持って対応できるようになった。 また実際に利用できるユーザー領域に加えてシステムファイル領域を設けておりそこに一定間隔で管理データを書き込むことで動画記録中に突然メディアが抜かれたり電源が落ちたりした場合でもデータの喪失を最低限に抑えることができるそして従来はオプション扱いだったマジックゲート機能を全モデルで標準搭載とすることでラインナップの単純化を図り アクセスコントロール機能など保護機能自体も強化された。なお、発売当初は1 0イト s の高速転送に対応したソニー製メモリースティックプロメディアがフラッシュメモリの供給状況の影響を受け、発売延期、生産終了、再発売などの発表が短期間に連続して行われる大容量メディアと一部級機器の間で互換性問題が発生するなど、 いくつかの混乱が散見された。機器の小型化の進行に伴い、次第に、標準サイズから、デュオサイズへ需要が移行したことなどから、標準サイズは 4GB モデルを持って製品化が打ち切られ、以後の新規格は、デュオサイズ、または、マイクロサイズのみで展開されている。メモリースティックとの互換性従来型、メモリースティックとは、上位互換となっており、 メモリースティックプロ対応機器では従来型メモリースティックも使用できるが逆に従来型メモリースティック機器でメモリースティックプロメディアを使用することはできないソニーは混乱を避けるためメモリースティックプロメディアの容量は256メガバイトを加減とし128メガバイトまでは従来型メモリースティックメディアのみとしたただしこれは規格上の制限ではないため 過去にはサンディスクなど一部のメーカーが256メガバイト未満の商用量メモリースティックプロメディアも生産していた。またマジックゲート機能が強化されたことから従来型メモリースティックのマジックゲート機能とメモリースティックプロのマジックゲート機能との間にも互換性がなく当初は DRM のかかった音楽配信コンテンツやソニックステージでリッピングした楽曲ファイルは 従来のマジックゲートメモリースティックしか利用できずメモリースティックプロの大容量を活かせなかった。最終的にメモリースティックプロのマジックゲートへの対応は2005年7月の PSP のシステムアップデート及び同時期発売のバイオからとなった。アクセスコントロール機能ソニーが将来的に想定しているメモリースティックプロ独自の利用法としてアクセスコントロール機能がある。 これは機能が強化されたメモリースティックプロのマジックゲート機能を応用したもので専用のロック装置に挿入することでメディア内容の一括暗号化が行える複合には暗号化に使ったコントローラーが必要となるがあらかじめ暗号化キーの複製作業を行うことで複数のコントローラーで暗号化メディアの共有も可能になる長らく本機能を使用した メモリースティックは商品化されなかったが、2012年11月発売のミラーリングメモリースティックに、これと同様の機能が搭載された。メモリ容量、メモリースティックプロデュオとアダプタメモリースティックプロデュオは、2003年8月19日に発表された小型のメモリースティックプロである。メモスティプロデュオもしくはターンにプロデュオなどと略される。外形寸法は、 メモリースティックデュオと同一のデュオサイズであり、電気的仕様はメモリースティックプロと同一である。アダプターを介することで標準サイズ用の機器で使用することができるほか、一部にはメモリースティックデュオもアダプターを使わずに挿入できるよう構造が工夫されたスロットもある。ソニーコンピュータエンタテインメントが発売した携帯ゲーム機、プレイステーションポータブルの 記録メディアとして採用されたことで大きく普及した。標準サイズのメディアが販売されなくなった2007年頃からはデュオサイズが事実上の標準となっており、また容量的に 128MB 以下はあまり扱われなくなったことから、現在は単にメモリースティックといえばこのメモリースティックプロデュオを指すことが多い。2009年に 規格上の上限容量である 32GB まで到達、製品化された。32GB を超える容量は、メモリースティック XC デュオでの展開となる。最低保証速度を 15Mbps から 32Mbps に高速化して、アベッチドによるハイビジョン映像を安定して書き込めるメディアには、MARK2 のロゴがついている。メモリ容量を M2 と、 M2 アダプターメモリースティックマイクロはメモリースティックプロデュオよりさらに小型化したメモリースティックプロである。サンディスク及びソニーによって2005年9月30日に発表された。略称はメモリースティックミクロから略して MM、転じて M2 となる。外径寸法は 12.5mm、15mm、1.2mm。 携帯電話などの小型機器向きに開発されたメディアで、体積ではメモリースティックプロデュオの4分の1程度となる。頻繁な交換を行う用途ではなく、内蔵メモリのようにほぼ差しっぱなしでの使用を想定している。電気的使用はメモリースティックプロ、同プロデュオと互換性を持ち、デュオサイズや標準サイズに変換するアダプタも用意される。なお、 動作電圧は従来の2.7から 3.6V に加え、より低電圧の1.7から 1.95V にも対応した。また、接続端子は標準サイズ、両サイズの各メディアより1ピン増えた11ピンとなっている。2006年上半期より発売が開始されたものの、当初は海外市場向け、ソニーエリクソン製携帯電話での利用がほとんどであった。 日本国内向けでは2007年に a u 向けの W52S、2009年よりプレイステーションポータブル号やリニア PCM に対応した IC レコーダー PCM-M10 といった採用機器が発売された。2009年に16ギガバイトまで製品化されているメモリ容量メモリースティックプロ HG デュオメモリースティックプロ HG は。 サンディスクとソニーの共同開発により2006年12月11日に発表されたメモリースティックプロの拡張企画である。使用上標準サイズは用意されておらず、デュオサイズとマイクロサイズのみである。従来のメモリースティックプロと比較して転送速度が大きく向上しており、プロでは4ビットパラレル転送、クロック周波数 40MHz、 最大転送単位512バイトだったのに対し、プロ HG では8ビットパラレル転送、クロック周波数 60MHz、最大転送単位2048バイトとなっている。これにより、規格上の最大転送速度は 480Mbps、最低保証速度は8ビットパラレル転送時で 120Mbps、4ビットパラレル転送時で 40Mbps と、 大幅に引き上げられている。メモリースティックプロ、HG デュオの接続端子。左から4、6、7、8番目のピンが上下に分割されている。メモリースティックプロ、HG デュオは、プロ HG 規格公表と同時に発表された、高速データ転送対応のメモリースティックプロデュオである。基本仕様や外形寸法は、メモリースティックプロデュオと同一であるが、端子数は、 プロデュオの10ピンから14ピンに増えている。増加分のピンは従来のピンを前後に分割する形で配置したため、端子形状は従来のメモリースティックプロと同一である。そのため、プロ HG 対応機器で従来のメモリースティックプロを使用でき、従来のメモリースティックプロ対応機器でプロ HG を使うこともできる。2007年8月より1イト 2GB、4GB の3タイプが発売され、2009年に規格上の上限容量である 32GB まで到達、製品化された。32GB を超える容量については、後継規格であるメモリースティック XC、HG デュオでの展開となる。メモリ容量、メモリースティック HG マイクロは2009年1月に発表された。 高速データ転送対応のメモリースティックマイクロである。略称は M2HG。M2 の端子数が11ピンであるのに対し、M2HG は20ピンとなっている。比較が発表されて以降、具体的な製品化の発表は行われていない。メモリースティック XC は従来のメモリースティックプロの最大記録容量を拡張するために策定された。 メモリースティックプロの拡張企画である。2009年1月にメモリースティック高容量向け拡張フォーマットとしてソニーとサンディスクが発表し2009年8月に正式名称や仕様が公開された。仕様上標準サイズは用意されずデュオサイズとマイクロサイズのみである。メモリースティックプロはファイルシステムとして FAT16 または FAT32 を採用していたことなどから、規格上の最大容量は 32GB となっていた。しかし、デジタルカメラの高画素化や HD 動画撮影機能の登場によって、さらなる大容量化が求められるようになったため、ファイルシステムとして新たに XFAT を採用し、最大記録容量を 2TB とした。ファイルシステムと最大記録容量以外は、 従来のメモリースティックプロ企画と同一である。PC で先行して普及していた FAT32 とは違い、当時はまだ XFAT に対応する環境は限られていたが、やがて対応が図られたことで多くの環境で読み書きが可能になっていった。メモリースティック XC デュ o はメモリースティック XC 仕様公開と同時に発表されたメモリースティックプロデュオの高容量版である。 企画が発表されて以降具体的な製品化の発表は行われていない。メモリースティック XC HG デュオはメモリースティック XC 仕様公開と同時に発表されたメモリースティックプロ HG デュオの高容量版である8ビットパラレルデータ転送にも対応する。企画の発表後長らく製品化されていなかったが2012年11月に ミラーリングメモリースティックとして 64GB タイプが発売された。メモリースティック XC マイクロはメモリースティック XC 仕様公開と同時に発表されたメモリースティックマイクロの高容量版である。略称は M2XC。比較が発表されて以降具体的な製品化の発表は行われていない。メモリースティック XC HG マイクロは メモリースティック XC 仕様公開と同時に発表されたメモリースティック HG マイクロの高容量版である。略称は M2XCHG。8ビットパラレルデータ転送にも対応する。規格が発表されて以降具体的な製品化の発表は行われていない。メモリースティックロムを使用したセンター試験の IC プレイヤーメモリースティックロムは2001年に 発表されたコンテンツの配布用途などを想定したデータの読み出し専用のメモリースティックである。2004年頃からブベブディクショナリー企画の辞書データが入ったタイプがソニーから販売されており、同社の電子辞書やリブリエ、クリーの各対応機種などで利用できる。しかし、現在はソニーが電子辞書やクリー事業から撤退したため、新たなブベブディクショナリー企画のメモリースティックロムは、 発売されていない。また、2006年度より行われている大学入試センター試験の英語リスニング試験にメモリースティックロムと専用の IC プレイヤーが採用されていた。2002年6月3日、ライトワンス型のメモリースティック R の開発表明が行われたが、製品化には至っていない。メモリースティック I 大拡張モジュールはメモリースティックの I 大インターフェース規格である。 日本で販売されたモジュール機器としては、ソニーがクリー向けに販売した、Bluetooth モジュール、カメラモジュール、GPS モジュール、指紋照合モジュールなどがある。また、メモリースティックプロをベースにし、パラレル高速転送に対応した、メモリースティックプロ I、大拡張モジュール規格も存在する。近距離無線転送技術、トラファージェットの機能をカード本体に内蔵した、 メモリースティックである。対応機器に挿入すると、かざすだけでトラファージェットによるワイヤレス転送が可能になる。2010年1月にプロ HG デュオの8イトが発表されている。記憶領域を二重化するミラーリング機能や記憶領域を暗号化してアクセスコントロールできる機器限定モードに対応した業務用途向けのメモリースティックである。 2012年11月に 16GB と 32GB タイプが Pro HG DUO として、64GB タイプが XC HG DUO として発売された。ミラーリング機能記憶領域を2分割し、各領域に同じ内容のデータを同時記録することにより、不足のデータ消失による損害を回避して安定したデータ記録を行う機能である。2分割するため、 ユーザーが記録できる容量は半分となる。ミラーリング機能をオフにして全領域をフルに使用することもできる。機器限定モード記憶領域へのアクセスを事前に設定した PC もしくはンモードに対応した機器のみに限定する機能である。メモリースティックの紛失などによって第三者にデータを読み取られるリスクを最小限に抑えることが可能である。フロッピーディスク用。 アダプター PC 用の変換アダプターとしては、フロッピーディスク用のアダプターや PC カードアダプター、エクスプレスカードアダプターがある。他のメモリーカード規格への変換アダプターとしては、2003年からメモリースティックデュオをコンパクトフラッシュとして使用できる CF スロット用のアダプターがソニーから発売されている。また、他のメモリーカードをメモリースティック規格へ変換するアダプターとしては、 2006年後半頃からマイクロ SD をメモリースティックデュオとして利用できる変換アダプターが販売されている。ただし、このアダプターはメモリースティック規格を策定、運用する正規メーカーが用意したものではないため、カードと機器の組み合わせによっては正常に使用できないこともある。加えてメモリースティックの著作権保護機能、マジックゲートと SD メモリーカードの著作権保護機能 CPRM とは互換性がなく著作権保護機能を利用するデータや PSP での番組録画には使用できない。メモリースティックに記録する上で互換性を確保するため音楽や動画、静止画などはフォーマットが定められている。デジタルカメラ等で静止画を記録する際に用いられる。DCF 規格に準拠。カーナビや GPS ロガーなどで移動軌跡や経路情報を記録する際に用いられる。メモリースティック企画の立ち上げ当初は、その機能や設計思想などが評価され、多くのサードパーティーを味方に既存企画のコンパクトフラッシュスマートメディアからシェアを奪っていった。メモリースティック専用スロットは、デジタルカメラや静止画記録対応のビデオカメラ、パーソナルコンピュータのほか ペットロボットアイボなど多様な製品に搭載された。しかし2000年代になって、後発の SD メモリーカードとの競争で苦戦を強いられる。メモリースティックデュオを、セーブデータやファイルの保存に利用する、携帯型ゲーム機プレイステーションポータブルの登場、半導体価格の下落などに伴う、製品価格の低下により、若干ではあるが状況に改善が見られたものの、2005年頃から、 携帯電話でのミネスドやマイクロ SD 規格の採用が急増したこともあり、メモリースティック系列全体のシェアは、メモリーカード市場では全体の1割強ほどにとどまり、業界2位ではあるものの、6割を占める SD 陣営に対して大きく、水をあけられる状況となった。2010年代になると、ほとんどのパソコンにおいて、メモリースティックや SD カードなど、 複数の企画に対応したマルチリーダーが採用されており、ソニーグループの製品でも、バイオやサイバーショット、日本国内向け携帯電話などが SD カード系にも対応するほか、2010年には、ついにソニー自身が自社ブランドの SD メモリーカードの販売に踏み切った。また2011年には、メモリースティックに対応しないソニーグループの製品が登場し始めたことで、 夏メモリースティックの流れは決定的となった。同年に発売された PSP 後継の PlayStation Vita がメモリースティックではなく独自仕様の専用メモリーカードを採用したこともこの流れを後押しした。なお、メモリースティックの製造はその後も継続しているが、事実上メモリースティックのみに対応する旧製品ユーザー向けの供給となっている。ソニー製品については SD メモリーカードを主軸としつつ、メモリースティックと SD メモリーカードのデュアルスロットを搭載することで、2015年現在でもメモリースティックのサポートを続けている。価格競争の中で、ソニーやサンディスクなど大手メーカーのロゴやパッケージを投用したコピー商品が出回っているという問題があり、インターネットオークションなどで外見や 性能の酷似した偽物が売られていることがある。注釈出典。ありがとうございます。